はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。キム・ジョンウンです。あ、間違えちゃった。あ、えっ、ー、と、ここのチャンネルのショーです。えー、今日は風刺派の話をお送りいたします。よろしくお願いします。えー、風刺派についてお話をいたします。あの風刺派がですね、まあ、本当にすごい頑張って、まあ、頑張ってって言ったらなんか応援してるみたいですけど、そうじゃないですよ。あの、気合が入っているということをですね。 ま、あの、連合軍が、まあ、間もなく航海に集結する。まあ、これね、最初、10カ国と言ってましたけど、15カ国に増えて、まあ、バイバイでのチームですね。まあ、あの、航海を目指すというふうになりました。もう、それを受けて、風刺派から発表ありましたね。風刺派の幹部の発表。え航海で、商船、まあ、貨物船の安全を守るための、アメリカ主導の取り組みに対抗して、我々は、あくまでも、 イスラ関係の標的を攻撃をし続けると、やり続けるというね、声明が出ましたね。まあ、これはもうね、挑戦的なことであって、過激な発言です。で、それで、あのオースティン米国防長官、アメリカ国防長官は19日、風刺派による船舶への攻撃が相次いでいることを受け、航海における商船の貨物船とか、タンカーのね、 安全確保に向けた多国間の取り組みを発表しました。これがあの要するに連合艦隊ですよ。もう連合艦隊を派遣して、商、ま、船、あ、を守ると、まあ。守ると言いながら、おそらくは、あの風刺派に対しても、何らかの措置を取るということなんですよね。これは。まあ、今までもやられているので、今まであの合計10隻ですね。累積で10隻もやられているんですよ。 いやもうすごい数ですよね。んだからそれがもう、これは堪忍袋の尾が切れたということで、フ、まあ、風刺派に対して、まあ、イエメンに対してということになりますねあ、イエメンの国の中にいるわけですから、風刺派の人たちはね。んだからこれはあの、まあ、連合軍を送って、ですねイエメンと、まあ、向き合うみたいな形になると思いますよ。 そのイエメンに来るだろうと予想されるその連合艦隊に対して、再び風刺派幹部がこういうような、次のような発言を行いました。えー、ロイターに、ロイター通信に対しですね、連合艦隊が来ると、とうとう来るのかと。まあ、我々は待っていたんだと。我々は有志連合設立の有無で変わることはないと。もういくら大量のね、 もう連合艦隊が来ようがビビるわけがないという発言をいたしました。何ら変わらないと。すべて航行する船は撃つと言ってます。連合艦隊を望むところだっていうことですね。気合が入ってますね。うん、まあ、か元気ではなないですよ。あの、彼らはそんなにね、いっぱい優れたものを持ってるわけじゃないけど、やる気だけは負けないわけですよ。やるんでしょうね。 まあここで、まあ、あの、いろんなね、あの知識がある人もいるでしょう。で、まあ、軍艦、まあ、そりゃアイゼンハワーとか、そりゃすごいですよ、空母。とてつもない武器を積んでるわけですよ。で、ジェット機だってバンバン飛んでくるわけですよね、その上からね。なんだけど、風刺派の人々の強みっていうのは、血のりが分かってるわけですよ。その地形がね、その戦うための地形を熟知してるんですよ。 あそこに通る船に対しては、ここに隠れて、こういうまあアイテムでというのが、もう全部分かってるんですよ。だから、そんなに弱くはないですよ。うん。あの、戦法としてはね、なんか強力なアイテムを使ってということではないですよね。それはないんでね、もともとね。なんだけど、その地理的なものを詳しく、あの本当に細々したところまで把握しているので、もうそれは、まあ、あの、 すごく利点なんですね。まあ、でもそれが始まってしまうでしょうね。これはね。だって、通る船全てやるって言ってるんだから、その連合艦隊だって船なんでね。そこ通るわけですから。その船が通ったら、そりゃなんかやるわけですね。通る船全てやるって言ってるわけですから。だからこれはね、もう、あの、何かが始まると思っていて、まあ、間違いないんですよ。 これ大変なことにはなりますよね。とにかくね。あの、風刺派の人たちは、まあ、これを狙ってたっていうのはありますよ。あの、なぜかっていうとね、やっぱり、その、バイバイデンの国に対して、あの、全くよく思っていなかったです。ずっと。あの、何かがおかしいと。で、イスラちゃんに対してもね、何かが間違ってるというふうに、ずーっと考えながら思いながら来たので、 だから、これはね、あの、来るべき時が来たんじゃないかということですよ。本当に。うんで、ここで、まあ、だからね、バイバイデンチームが、まあ、連合軍ということでね、いろんな国が参加してくるわけですよ。で、その時に、あの、やっぱり、どっちが先に手を出すかって言ったら、絶対風刺派の方なんですよ。風刺派が、ドローンか、まあ、あの、 誘導のミッチャイルをね、ぶっ放すかどっちかなんですね。で、それが、おそらくは、バイバイデンチームのシナリオとしては、まあ、一隻二隻、まあ、自分たちは、あの、バイバイデンの国の船は困るんだけど、他の国の船を、まあ、一二隻ね、沈めてもらわないと始まらないので、おそらくはそういう作戦ですよ。絶対そう。 まあ他の国の人たちはそう思ってないからね、お酒どうぞとか言われてね、ああ、わかりましたとか言って、まあ、じゃあちょっと先行きまーすとか言いながらね、フランスかなんかが。それを、まあ、風刺派の人たちが、おお、来た来たって言って、戦闘あれ行っちまおうかって言ってやるんですよ。で、ドカーンってなって沈んで、いやーもう一斉にやるしかないって言って、そっから始まっちゃいますよ、すぐに。まあ、そっから時間置いてってないでしょ もうそこからいきなり反撃出るでしょ。これはね、大事になりますよ。でもそれが始まった途端、世界の経済は大混乱ですよ。その情報が伝わるじゃないですか。あと何日かですから、<laughs> あと何日かで、まあ、そんな、痛みじゃないですもうちょっと先なんだけど、何日かで出航しますから、全部。いろんな国からね。うん、だからね、まあ、どっちにしても集結して、こう、 まあ何か始めるわけですよ。うん、だから、まあ、今年の中で何か起きるんでしょうね。まず。まあ来年の頭ぐらいになるかもしれないけど、とにかく、あの、どこの国が先通るか。まあ全部がね、あの、十0 5カ国の船が全部集まったら、あの、集団で団子状で通れないんでね。<laughs> あの、どっか、あの、着いた国から多分航海に向かって、 航海で待機するみたいな感じになるんじゃないかと思うんですよ。着いた順で。だから、先に着くのは早いですよ。だってもう、あの、バイ・バイデンとかはいるんでね、そばにね。じゃあ、バイ・バイデンとこ先に通過するのか、イギリスを先に行かせるのか、フランスを先に行かせるのか、そこら辺ですよ、どっちにしても。そこら辺の船はもうすぐ着くんで、もう出てるんでね。うん、だから、そこら辺がまずなんかどっかやられるんじゃないですか。まあ、やられてもらいたいと、 まあ、願ってるはずですよ。バイバイデンたちはね。そうじゃないと始めらんないんだね。うん、だってこっちからやるわけにいかないですから、向こうからなんか、なんか理由が、正当な理由が必要なんですよ。だからまあ、向こうから仕掛けてくるのを待ち、こちらから、もう、ものすごい反撃をし、まあ、すごい大混乱を引き起こしてということですね。まあ、だけど大混乱を引き起こすんだから、あれですよ、あの、 そこを通る貨物船とかタンカーとか天然ガス船は、当分通れないですよね。だって、大混乱の中通るわけないんで、逆効果じゃないかと思うんですけどね。だってやめるわけないですもんね。だって風刺派の人たちいっぱいいるし、いっぱいアイテム持ってるから、そんなドカンドカーンって反撃したぐらいで、ね、あの、大事なものは隠してるはずですし、自分たちも隠れてますから、 まあそんなにはね、すぐにやられないですよ。だから山岳地帯のベトナムですよね、ハイヤー話が。そんなにすぐやられないしあの、要するに地形を知ってるので、まあ、あの穴の開いてるホラー穴の中に隠れてる、隠してるとかね、まあ、いろいろあるでしょう。だから、そんなにすぐにはね、あのどうにかっていうことはできないですよ、全く。それも分かってるんでね、フーシアの人たちはね。学んでますからね、アフガンとか、ベトナム、アフガン、イラクでね。 それ見てるから、うん、ああいう作戦で来るんだなってのは熟知してるんで、もう用意はもうずっと前からしてますから、そんなに簡単には一掃できないですよ。連合軍だからって言ってね。だからまあ、ちょっとひどいことに、ね、なると思いますよ、これは。で、ひどいことになって、ちょっと収拾がつかない状態になる。そうすると、世界の経済は、まあ、必然的におかしくなりますね。 でおかしくなって、まあ、株価だとか、まあ、金とか銀とかね、まあ、プラチナ、影響してくるでしょで、あとは石油ですよ、あと天然ガス、この価格がおかしくなっちゃうでしょ、もう。で、ホルムズ海峡でも時間差で何か始まったら、まあ日本は終了ですよ、うん、もうそれだけで終わり、本当に、もうニッチもサッチもいかないですから。 ま、これはね、だからそういう風になっていくんじゃないですかね。いくら連合艦隊って言ったって、なんか無敵のような印象を受けるけど、無敵じゃないですよ。だって狭い、すんごい狭いとこに、その連合艦隊が入っていくんですよ。だって。なんだかこう、本当にあの、何、獲物が全部揃って向こうからやってきたみたいな感じしかないんですよ。風刺派の人たちにとっては。もう絶好の獲物が世界中から集まってきたわけですから。 風車の人たちはね、そりゃもう、いやーこれはすごいことになったなって思ってますよ。いよいよ俺たちの本気を出す時だなっていうことですよね。もう全然ビビってないと思いますよ。本当に。うん、だからね、あの、これはね、ちょっとね、ただごとじゃないんですね。うん。だからこれあの、見越してね、もう近未来の話ですから、 どう考えたって1ヶ月以内には何か結果が出るでしょう何らかのね。で、それを待ってからじゃ遅いじゃないですか。もしあの、とんでもないあの、ひどい結果が出たら、に、もう目も当てらんないの結果が出たら、いや、おかしくなっちゃいますよ。全部。まあもう店から品物は消えますよね。で、インターネットで何か頼んだって怖いですよ、もう。本当に。だから、 今用意しとかないと混乱が起きちゃうね。だからもう一ヶ月先には結果絶対出てるから何らかの結果がね、あの終わらないですよ。結果で終わるんじゃないですよ。何らかの第一段階の結果が出てるので、それまでには全力で揃いとかないと用意して備えとかないといけないんですよ。これは厳しいと思いますね。本当に。もう気合い入れないといけないですね。生き残りにね。もう全エネルギーをかけて生き残りに、 もう全力疾走しないといけないね。あの、時間がなくなってきましたよ。本当に。これはね、あの、もう始まりですよ。悪いことのスタート。これ、ホルムズ海峡に飛び火して、ホルムズ海峡も始まっちゃったら、もう本当に、あの、冗談でも何でもなくなって、もう大変なことになるので、まあ、これはあの個人個人、もう早急に用意すべきではないかと思いますね。まあ、いろんな方いますんでね。 まあ、いろんな方いて、何ですかねあのー、正常化バイアスにかかってる人。まあ、正常化バイアスわかんない人はインターネットで正常化バイアスって、まあ、入れて調べてくださいあの。正常性バイアスっていう言い方をする学者もいるので、まあ、どちらかで検索すると出てきますあの。それって人の中にある脳のシステムの一部なんですよ。自然にそうなるんです。だからそれが自然に出てきちゃう。自分で意識しなくてもね。 あの大変なことが起きている、大変なことが始まっているのに、いや、多分大丈夫だよって思っちゃうんですよ。まあ、日本には関係ないからとか思ってしまうんですよ。うん、まあ、自分は大丈夫だよねと思ってしまうんですよ。怖いですね。まあ、90%が正常化バイアスのスイッチが入ると言われているので、人間の。あの大変なことが起きれば起きるほどね。うん、だからこれが、今回がそうなので、まあ、おそらく、 正常化バイアスのスイッチが思いっきり入った人は、まあこういう話は響かないんですよ。だ9割の人多分これ響いてないんですよ、全然。で、10%の人がや,ーやばいな、これ本当に本格的に来そうだから、なんか俺も用意しなきゃなと思ってるんですよ。だその人は、正常化バイアスのスイッチが入ってないので、その人が正常なんですよ。そうやってあの、え、どうしようどうしよう、大変じゃん、用意しなきゃと思ってる人が、本当は正常なの。正常化バイアスが入ってる人は、 偽の正常なの。だこれをね、ちゃんと見極めて用意しないと、周り9割そうだから、誰かにこれ言うでしょお前おかしいじゃないのって言われる。だ正常化バイアスのスイッチは9割入ってるから。周り9割がそうなの。だから誰かに言って相談したり、話を聞いたり、反応を見たりしない方がいいですよ。なんかみんながみんな、え、なんか大丈夫だって言ってるし、なんかおかしいって言われたってなっちゃう。 そんな時間もったいないし、ないよ、そんな。そんなね、悩んでる時間とか誰かになんかそんなこと言ってる時間はもうないですよ。もう直進で進んで、もう短時間で固めて準備しないと間に合わないですよ。頑張りましょうね。生き残りましょう。皆さんが生き残ることを、この、せめてね、この動画を見たり聞いたりしている人が、せめてピンと来て、正常化バイアスのスイッチが入ってないことを願い、そして、 準備をすることを願っております。助かることを願っているので、頑張りましょう皆さんということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。